はい、皆さんこんにちは、トビです。藤井祐也選手優勝おめでとうございます。はい、ということで、9月27日の夜20時からですか、日本時間のに世界大会が行われまして、パワーリフティング、ジュニア74キログラム級に、我らが同世代のエース藤井先輩が出場しましたので、でまあ結果的にね優勝したんですけども、それの試技をまず見ていきたいなと思います。でノミネーションはですね、藤井ちゃんが、722.5 で1位で、2位の選手が 680.5 なので、1位と2位の差が42キロですかね、の差がもうノミネーションの段階でありましたっていう感じでした。この段階でもぶっちぎっております。はい、こちらがスクワットの第1試技ですね。で重量が、250キロですね。でスクワットなんですけど、この世界大会すごい深さに厳しかったみたいで、でプラスあと現地でなんかあまり食べれなかったらしくて本人曰く、だからちょっと控えめな重量でいくとは言ってたんですけど、まあ、275を狙いの、まあ、第1は250でっていう話はしておりました。前日電話したんですけど、その時にそういう話をしてて、深さ厳しいからちょっとやばいかもっていう話を受けてましたね。で、あと余談なんですけど、ニースリーブあるじゃないですか。これちょっとツイッター、SNS でも話題にはなっていたんですけど、まあ、ルール上ね、素足で履くようで、よくなんか長めの靴下とかを履いて滑らしてニースリーブ履いてる人、まあ僕とかもう僕もそうしてたんですけどね、あれはやっぱルール上いけないということで、でもね多分やってる人多いと思うんですよね。僕もやってたんで、ちょっと今度からね、そのまま履かないといけないなと思ってちょっと反省はしているんですけど、ちょっとでもね汗かくと滑んないんですよね、ニースリーブね、本当に。だから履けなくて、まあでもそんぐらい緩いのを履きなさいよっていうことなんでしょうけど、今までね、長い靴下を用いてね、滑らせてニースリープ履いていたのでね、今度から気をつけようと思います。まああんまりパワーの大会出ることないんですけどね。皆さんもね、気をつけてください。多分言われちゃうと思うので、世界大会はそれを本当に指摘されてる選手が多かったらしくて、そのまま履きなさいみたいな感じで言われてたので、そこを皆さんも注意してみてください。で第2の265とが潰れてしまって、これが第3試技の265です。結構藤井ちゃんにしては珍しいですよね。いつもだいたい第1第2は安牌な重量を攻めていって、で第3は自己ベストなりを攻めるっていう形なんですけど、練習ベスト、これ珍しいですよね本当に。まあ、本人は本当に深さを取りに行き過ぎたとは言ってたんですけど、重さが急に来たって、全く力入ってませんね。結構珍しいですよね、第2第3ミスる藤井ちゃんは。本当第1だけでも取れたのが本当良かったなっていう感じです。でベンチプレスですね。ベンチプレスは第一が160キロです。で、これ靴ハイパー V に変わってるんですよね。ノートリアスから。なんかおすすめのシューズあるって言われて、僕はずっとハイパー V 信者なので、ハイパー V 本当に滑らないので、で、エレイコのプラットフォームって結構滑るんですよ。まあ、タンマグとかがよりあると滑りやすくなるので、多分ノートリアスだと滑るんじゃないのかなと思って、僕結構ノートリアスだと足滑っちゃうので、でこのハイパー V おすすめしたらね、大会前におすすめしたんですけど、ちゃんと履いてくれて嬉しいなという思いで、よかったですね。世界にハイパー V が本当に。でこれ第2の170キロです。でこれ潰れちゃってね、なんかあんまり力入ってなかった感じがしますね。第1の160あんなに軽かったのに、第2でちょっとねミスっちゃった、多分下に下ろしすぎたのか何かがずれたんでしょうけど、でこれなんか前々からベルトをつけない方がいいんちゃうっていうのはすごい言われてて、い
やでもまあ僕的に、まあ、実際そんなに変わらないんですよ。ベンチプレスでベルトをつけるつけないっていうのはそんなに変わらない。実際 2.5 キロも変わらないかなとは思うんですけど、ただちょっと体幹の安定感だったり息の吸い出しさ、あとベルトの上のところに肩甲骨をなんか僕的にですよ、かませられるっていうのでベルトをつけてるんですけど、これ第2でベルトつけてなくて第1第2第3になってベルトつけてるんですよ。やっぱりベルトつけた方がいいんじゃないかっていう自分でねベルトつけない方が調子いいとか言ってたんでね、なんか第3になったらベルトつけて上がってるんで、やっぱベルトつけた方がいいんじゃないかっていう、ちょっと突っ込みたくなりましたね。はい、でもとりあえずちょっと見切りっぽいですけど上がってよかったですね。これ取れる取れないだいぶでかいので、まあデッドリフティング JP って言ってるぐらいですから、これは綺麗ですね。本当にすごい綺麗、本当に綺麗、いつも思うんですよ。で、藤井ちゃんの何が僕的に一番すごいかっていうと、腕がそこまで長くないんですよ。結構やっぱ海外の選手のデッドリフターデッドリフトが強い選手ってみんな腕が長いんですね。ほんと、見たらすぐわかる。で、この世界大会に出てた2位と3位の選手もすっごい腕が長いです。でも藤井ちゃんは全然腕、まあそこまで長くはない、まあ決して短いわけでもないけど長くもないっていう、なのにこの強さなんですよ。それがね、藤井ちゃんのすごいところかなって僕は思います。多分フォームが本当にすごい綺麗で、技術で上げてんだろうなっていう印象ありますね。で、これでね、第2の295が上がって、この時点でもう優勝が、決まっておりました。で、第3好きな重量、もちろん、世界記録の308キロを申請してますね。これはちょっとあのね、インスタライブしながら見てたんですけど、すごい興奮しましたね。本当に上げてくれと思ってました。これがね、あのラストジュニアなんで、藤井ちゃんがジュニア最後の大会なので、これがこのねラストチャンスになるんですけど、いやー本当にすごい応援してましたね。で、これ上がるかなって思ったんですよね。でもやっぱ返しきれなかったですね。惜しかった、すごい惜しかった。はい、このもうちょいでしたね。本当にやっぱあそこが詰まっちゃうのかなーって思いますね。はい、っていうことで、藤井ちゃんが295キロで優勝しました。おめでとうございます。世界一です、おめでとう。で、僕がですね、この大会を見て感じたことが、藤井ちゃんのスクワットは、250キロで、まあ、2位、まあ、同率2位ですか。で、ベンチが、170キロで、3位。まあ、1位の選手185で、2位が 172.5 で。で、デッドリフトも1位の人が、300キロ。で、2位の人が 297.5 で、3位の藤井ちゃんが295キロっていうことで、やっぱりね、最近はデッドリフトが強いだけじゃ勝てないっていうのが、思いましたね。この多分、デッドリフト300キロを引いた選手も、ベンチプレスがやっぱ弱いんですよ。まあ、骨格的に、まあ、弱く、150ちょっとだったかな、 152.5 とかだったと思うんですけど、やっぱり3種全部強い、トータル全部強いっていう選手がやっぱこの先は勝てるのかなって思います。なのでちょっと前までやっぱりデッドリフトが、まあ、有利なのは有利なんですけどね、強いことが。でもやっぱりね、ベンチプレスも強くして、やっぱ3種全て強くなんないと勝てないのかなっていうのが、やっぱこの大会見て思いましたね。で、この2位3位の選手と藤井ちゃんを見る、この映ってると思うんですけど、これがね、閉会式の映像ですかね、メダルので。やっぱ74キロ級にしてはね、藤井ちゃんがやっぱり身長的にちっちゃいですよね。なのでやっぱちっちゃくてやっぱ詰まってる人が、有利なのかなっていうのはすごい思います。で、これ腕の長さ見てもらいたいんですよ。やっぱり長いですね、この両端。イギリスの選手は、スウェーデンの選手ですかね、すごい長いですよね、腕が。にしてはやっぱ藤井ちゃん腕が短いですよね。まあ僕もすごい人のこと言えないんですけど、やっぱ腕長い人の方がデッドリフトは強いは強いんですけど、でもね、藤井ちゃんみたいに技術磨けばやっぱデッドリフトもね強くなると思うので、はい、すごい一人ですね。はい、
本当にね、やっぱこれから先はね、トータル型が有利になるんじゃないのかなって思います。やっぱ全部鍛えないといけないなっていう、まあちょっと僕パワーリフターじゃないんで何とも言えないんですけどなので皆さんもね、パワーリフターであんまりベンチプレスやってないよっていう方、ぜひベンチプレス頑張ってみてください。じゃないとね、結構やっぱそこでの差もね結構大事になってくるのでもったいないですね。なのでベンチプレスも、パワーリフターの皆さん頑張ってみてください。はい、っていう感じでね、本当に優勝おめでとうございます。今度、まあ日本に帰ってきてね、祝勝会とかできれば、はい、横浜に来てくださいちょっと僕はね、大阪とかに行くのちょっと遠いんで、はい、横浜に来てください。祝勝会でもしましょう。あとはね、本人に直接インタビューとかして、世界大会、僕まだ世界大会行ったことないんで、ちょっといい話とか聞けると思うのでね、今度またコラボしたいなと思います。はい、とりあえずおめでとうございます。はい、今日の動画はこんな感じで終わりしたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。